んにちは、ドットリズムのマリナです。今日はナナイサーちゃんのせせらぎレストランにやってきました。早速行ってきます。今日はすだちそば冷たいのとめちゃパフェを頼みました。ちなみにそばも種類が多いですので、ぜひパフェのイメージが多いけどランチもおすすめなんですよ。ちなみに季節のパフェはランチタイム、お食事と一緒にご注文ください。楽しみに。すだちそば来ました。見て、一面すだち、すだちたっぷり、すだちたっぷり、めっちゃ美味しそう。酸っぱい、すだちって酸っぱいの、うん、あれは全然食べれるくらいの酸っぱさ。頭やば、頭やば、あれですよ、マナイ水がいいですから、そば美味しいですよ。あ、確かに間違いないです、うん、しっかりしてます、腰が、うん、ほら、ほら見て、確かにすごいしっかりしてる、うん、いただきます。想像以上にうわーってって感じそして柚子胡椒です。これね、味変でしょうね、うん、すだちと柚子胡椒、うん、このコラボレーション、うん、そもそもこれはすだちと合わせるものなのかっていうところからそうだよ、どうなるか、うん、どうなるか、そう、情報か。うわー、えっ、ありがとうございます。見てすごい、かわいいすごいボリュームいただきます。見て、ちょっとどこから食べるか悩みますよ。確かにね、うん、この、ここ、私この紫の色が気になるので、うん、いただきます。いただきます。カシス、カシス、うん、あっさりしてる、うん、で、この緑は何、確かにそれ気になるね、うん、ピスタチオ、ピスタチオ、うん、これがピスタチオ、みんな大好きピスタチオクリームです。張り付いてますよ、うん、アメチェ、アメリカンチェリー、ぎっしり、すごい贅沢、うん、酸味があってね、うん、さっぱり美味しい。おそしてクリームでしょ、これ崩すともったいないねなんだろう、だってさ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11、確かに11だよ、すごい11層で妥協が一切ない、これそう、全部違うんだって、そうそうそう、グラスの横にこれ、これ気になるんですよ。確かに、なんだろう、なんか、なんでしょ、パッと見プリンみたいな、うん、カスタード、なんだろう、なんでしょうプリンをしっかりした感じ、うん、あ、へえ。だからカスタードクリームを、うん、なるほど、これはやっぱ実際に食べてもらわないと。美味しい、うん。最後の最後まで楽しめる。そう、うん、これがすごいとこですね。うん、いや、なんか人気の理由が分かってきた。いや、本当に、うん。これはもうみんな大満足で。映えだけじゃなくて、やっぱちゃんと中身にこだわってる。うん、素晴らしい。ラ。うん。あー、お腹いっぱい、ごちそうさまでした。パフェね、すっごく美味しかったです。でも、そば、お蕎麦がすごい美味しかったっていうのも、あれですよ皆さん、蕎麦屋さんですから、ほら、味自慢蕎麦って書いてあるでしょ。ぜひ、蕎麦とパフェを食べに来てくださいね。パフェもね、季節ごとに変わるんですよ。なので最新情報はインスタグラムをチェックしてください。皆様ぜひマナイばあちゃんのせせらぎレストランお越しくださいね。